令和新選組代表山本太郎と申します。日本を守るって何なんですか？日本を守るってあなたを守ることから始まるんですよ。あなたを守れないような国がどうやって国守れるんですか？能登半島を守れないような国がどうやって日本を守るんですか？国土面積の 0.46% が能登半島、1月1日元日に発災。ここには本当に支援が遅かった。補正予算ぐらい組まなきゃダメだった。補正予算とは何か、1年の予算とは別に足りていない部分を大急ぎでお金注入することを決めること。でも与野党ともに本気で補正予算なんて求めてきませんでしたよ。おかしい、たるんでる。思い出してください。平成7年この時には阪神大震災が起こった。この時期も1月、1年間の予算を審議するけれども阪神大震災分の予算は入っていなかったから補正予算を組むことに決めた。そらそうです。1年の国に必要な予算だけじゃなく、新しく起こった災害に対しても新たにお金をつけるってやらなきゃいけないこと。その補正予算がつけば被災地は何にお金が使えるかってイメージが湧きますよ。大丈夫、これだけあればあれに使える、これに使える、立て直せる。それをやらなかったのがこの震災。一方で完全に立ち直れないまま9月の21日に大きな災害が起こった。大雨災害。突貫工事でつないだ上下水道は持たなくなった。またしても断水。半年以上上下水道がつながらないところでなんとか生活をしてきた。そんな経験したことありますか？ほとんどの人がない。能登の人たちのスキルが能登半島の地震、そこからの復活、それを支えてきただけ。国の支援は手薄だって。元日に発災してるのに能登半島能登町では初めて炊き出しが行われた。自衛隊によっていつですか？1月28日。発災から何日経ってる？そこに対して何食？300食全然足りない。災害があってから1ヶ月でもその程度の力しか出さない国。ごめんね、災害は自己責任でよろしく。だったらいつ国が本気出すんだよ。災害で困ってる時にさえも自己責任持ち出すのか？そんな政治なら滅んでしまえばいい。私そう思うんですけど、いかがですか？日本全国で大きな地震があるだけじゃなくて豪雨災害など毎年のように起こる。台風被害、梅雨の大雨、さまざまな災害が起こる国が日本。世界で一番災害を経験している国であると言っても過言ではない。でもその一方でそのスキルは全く、災害の時にはこうするべきだというようなスキルは全く蓄積されていない。じゃあそのスキル誰が持ってんの？民間の災害ボランティアですよ。どうして民間の災害ボランティアがそれだけのスキルを貯めていけるか？国が手薄だからなんですね。いい加減にしろ。災害が起こった時の食料さえも、そして飲み水さえも、生活用水さえもどうしてボランティアに頼むんだよ。おかしいでしょ。そしてそこからの復興復旧、大雨が降って土砂崩れがあって家の敷地内が泥で埋まってたとしても、その泥をかき出すのはどうして家の人だけなんですか？そしてたまたま来たボランティアに助けてもらうっていう立て付け狂ってますよね。自衛隊20万人以上いるんだろ。その1割でも投入して一刻も早く復旧するのが国の役目じゃないか。安心してられませんよ皆さん。国の能登半島国土の 0.46%、 ここでさえも、そして2度大きな災害に見舞われたのにもかかわらず、国は本気を出すどころかそれを横に置いて解散総選挙までやられている。狂ってるんですよこの人たちは。この者たちから国を取り戻す。そうでなければ大災害これから来るのにあなたの命は守れない。自己責任でよろしくなんてことになってみ、とんでもないですよ。イメージして、特に有名な災害、この先来るのは何だろうか。首都圏直下。首都圏直下ってどれぐらいの規模ですか？東日本、そして阪神、
阪神大震災でまず比較してみると首都圏直下は約5倍、阪神の5倍の規模の地震が首都圏を襲う。それだけじゃない、東日本の3倍、それぐらいの規模のものが首都圏を襲う。国土の 0.46% に対してもちゃんとした復旧復興ができないような国が、それだけ大規模のものから人々の命を守れるか、守れるわけない。